誰が出したか分かる。そう答えてもらうの。誰だよこのマキって女はよ、何言ってんだよみたいな。横っちょにそのシュリンクの開けるところが、この辺にあるい、ね、今いろいろあるんですよね、パッケージもね。そう、なんか、ね、まあ昔ながらのキャラメル包装。キャラメル包装。はい、ありがとうございます。じゃあどっかでピザっとあげますよ。なんでそんな。いや、なんでそんな。じゃあルースサッカーいいですね。どの辺にします。どこがいいんですか。目立つところは、目立つとかじゃない。ジャケットの裏のところでいいんじゃないですか。そうすると開けるとパッて見えるから、じゃあ、パッて開けると、はい、いいですか。あ、そうなんだ。目立つところじゃない方がいいの。だからこれでもいいです、いいです。ちょうどいいですよ、これ。そう、だからこれパカッて開けると見える、ね、そう。いやいや、マジで。いや完全にサイン考えてない人の感じですよ、これ。編集時じゃないですか。だってマジで。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ちょっとそれし、俺写真撮らしてくれ。サイン初めて CD にサインをした記念日。あれです、いいですか。私も撮る。今日来た中で一番ノリノリの時じゃないですか。もう私のトークの時は生まれて初めて。よかった。第1号っすよ。イエーイ。サイン第1号。デブやえって感じまでですか。デブやえ。俺もサインしてもらえばいいかな。マジであれです。じゃあそうやってる間に今日は手短にやります。はい、平仮名でデブ。先週大変でしたね、酔っ払いの相手で。そうなんですよ。もう方々で怒られましたから、ね、おかげでなんかもうね、人気ガタ打ちになっちゃって。そうです大丈夫。いやいやいや。はい、じゃあ細々と始めます。編集後期ダイジェストバーンとね。はい、いいです、大丈夫です。あのゆっくりゆっくり、あの、まあ、マジで本日もやつテレビご覧いただきましてありがとうございました。ゲストの皆さん、出演者の皆さん、青木さんお疲れ様でーす。でね、編集後期ももうね、最初は何回目とかって数えてたんですけども、最近全然数えなくなっちゃって、なんかね、なるなるしてきちゃったもんで、ちょっとね、どうしようかなと思ってね、今ね、お悩み中でございます。はい、このね、聞くとね、ダサさが愛おしいんですよ。ダサさが愛おしい。そう、今日のジミーさんのゲストの愛おしいんですよ、ルースルースさん。俺たちの仲間って感じですから CD をいただいてしまいました。ありがとうございました。でね、イエーイ。で、そう、こういう CD 出てます。で、サインを書いてもらっちゃう。どうもね、どうも私サイン、コントのスリッチにやったじゃないですか。そうサインで、ね、第1号だったらしいです。ありがとうございます。大事に聞かせてもらいます。絶対ブックオフには売りませんから大丈夫です。ラーメン屋とかでサインってこれ誰のサインか。そうね、いつかこのサインがこうね、価値が上がるように。感じ上がったらいいな。ね。死後人気が出るタイプだ。これもダサさ満載ですよね、本当に。これいいですよ、ね。いや、でも私これすごくセンスがあっていいと思います。ダサさ満載。こんなお手製の告知パネルを作ってきてくれたので、もう一回もしよければここでもう一度紹介します。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、ちょっとこの収まりが悪いから、ちょっとこっち置いて、4月の15日の日曜日、ライブハウス、あ、サナッシュですね、はい、ライブハウスサナッシュでフォークボールというイベントの中で、はい、ルースルースであります。はい、出演は他にはルースルースさん、インスタンツ厚美さん、グニシのグニシ、ユミキヤさん、はい、意見がたつきくで若い子にしてるんで、はい、そう、いつものメンバーですね、それ大体そうなの、そうなんですね、総力、藤野、ロックローラー、あとスナッピンです、うん、上手な若い MC タポ、ちょっとタポ君イケメンですよ、なかなかマジですか、どういうタイプのイケメンですか。ちょっとね、いないタイプですよね。そう、いないタイプのイケメンって、ね、イケメンというよりはね、彼すげえ頭もっていうか、うん、なんかね、そう、理系の理系みたいな。でもなんかね、一時期ね、紐生活をするぐらいには、ね、そうあの解消があるんですよ、うん、解消っていうのかな、紐ができるっていうのは解消とはいかねえのか、でもイケメン力が強い、
実用性のあるイケメン力。実用性のあるイケメンいいじゃないですか。あー、トムさんお疲れ。お疲れ様です。お疲れ様、すいません。はい、です。お疲れ様です。はい。相方は帰ります。さようなら。という、まあ、イベントが15日の日曜日にあると。で、その後は、29、30。ラブロック、あ、お疲れ様です。下さんプレゼンツロックオンフェス2018沼津、これ沼津でやるんですか。沼津沼津ポコってね、ライブハウスかな、うん、どの辺なんだよ。駅の近くですか。駅の近くですよ、うん、沼津はあんな駅の近くにライブハウスが多いんですよ、うん、自分もね行ったことないんだけど、バーステージと ライブステージがあって、うん、まあ弾き語りとかソロの人の家はバーステージで、そうなんですね。でバンドがとにかくねいっぱい出るから、もうパンクから私ね中学の途中まで沼津にいて、その時の中学の音楽の先生が、授業でギターやるからギターを親に買ってもらってこいって言って買ってもらってこい買ってもらってこい、そう、貸さないから、ないから買ってもらえとかって言われて、で沼津の駅北の楽器屋さん、なんだっけね、名前を忘れしちゃったんだけど、昔からある楽器屋さんでギター買いました。エレキですか。普通の授業でエレキはやらない。そうですね。でもなんかやりたそうな先生でしたよ、ね、なんかファンキーな先生でね。はい、元気かな先生。まあいいや。というわけで、それが4月の29、30日に沼津でやると。はい。すごいですね。すごいですよ。一応スタートが11時で最後が9時とか、はい、うん、ああもうずっとじゃないですか。だから、まあ、なんだろう、自分が好きな時間に行って遊びに行くんで、終わらなくても出てまた戻っていくみたいな、そんな楽しみ方でいいと思いますよ。なるほどですね、うん、じゃあお正月の八重洲テレビ配信みたいな感じですね。そうそうそう、もうそんなあ、そう、これ映ってるんですか。映ってるんです。これ普通にあれなんで配信してますか、ね、配信してますこれ。そうなんです、うん、というわけで、はい、サクさんでーすと。ポンコツミュージシャンです。ポンコツさんです。そんなことないですよ、全然。自分でねポンコツっていう人は案外ポンコツじゃないんですよ。いや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 、のがポンコツっすよ、ね、そうね。いやもうさっきのでバレちゃってるから放送で。まあまあまあ、それはご愛嬌でいいですよ、うん。でも2回目なんですよね。そう、2回目です。でもなんかものすごい緊張してませんでした。緊張し、うん、しましたよね、前回の緊張した時。あの5分間結構ね厳しいっすよ、あの次のつなぎを。ああ、前はあんまりそういう、あんまりそういうのなかったけど、うん、やってたけど、それはそれで大変だったけど、まあもともと自分もねこうイエーイなんてノリのタイプじゃないから、まああれが素だと思ってくれれば。そうなんですね、うん、あのステージの時も結構なんか何度もやってる割にはカチカチですよ。もうどれぐらいやってるんですか。いやそれでもね、もう6年ぐらいやってるんですけど。6年、うん、あ、6、私もっとやってる。いやもうそんなやってないです。本当に6年前ぐらい。そう、1回目の登場の時にそこら辺の話はしたんですけど、うん、あ、そうなんですね。まあ日が浅いんですよ、大人になってから始めた。大人になってから始めた。私と同じパターンですわ。そうなんですね。あれ、でもそれも私も年代一緒ですよね。年代一緒ですよね。そうですよね。そうですよね。まあジミーさんよりもうちょっと上ですよ、自分はね。あ、そうなんですか。うん、そうなんですよ。あれ、まあ、僕71年生まれだから。私73年なんで。あ、そうですか。僕ジョニー・デップと同じ年です。分かりづれ。なんで分かりにくい会社をするの。なんか分かる、ジョニー・デップ年。分からん。ちょびでよ。リアルな数字だそうで、はい、友達いなくなっちゃうと思うから。まあ、年齢でいかないです。音楽やる人ね、年齢は合わないみんな。ね。そう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 。うん。うん、でもいいと思いますよ。はい、ありがとうございます。少年のような。うん、本当少年みたいですよね。ね。少年になっちゃうんですよね。やり始めて少年にちょっと。ごめんなさい、うん。戻っちゃったかもしれない。なんか少年って言ったらなんか少年ゲホゲホ。14歳です、14歳。あ、そうですね、はい、14歳まで、14歳の時に聴いた音楽が、うん、その人のあれを形作るってね、この後テレビ言ってた、ね、そうなんですか、うん、そうすると14歳が14みたいですよ、うん、ラキちゃん14歳って中学だね。中学2年ぐらい、2年ちょうど私がこっちに来たぐらいの時期か。何聞いた、ボーイとか聞いてたな。ああ、みんなそうだね。ね、俺は聞いてなかった。あ、聞かない、そう、すごい天の弱だよね。こういうね、あえて聞かないそうっていうのが存在するんですよね。もうね、ガチそういうタイプ、うん、ボーイはね、かっこよすぎてね、なんかね、聞かない。
もっとなんかね、やっぱね、そう。なんかね、みんなかっこいいって言うからかっこよかった。うん、でも今聞いて聞くと、あ、いいなって思う、うん、俺もちょっとそう思いますよ、うん、今聞くとホテイトマスのギターのうまさにちょっとびっくりする、うん、本当かよって、うん、ありえないギターが鳴ってる、うん、あれはそう、うん、だけどそれと並行してエピックソニー系のだから TM ネットワークとかそういうの岡村ちゃんだな、やっぱり岡村康之ね、岡村ちゃん、あ、静岡来ますよね、来ますね、ね、チケット取れない、私の友達がね、行くって言ってね、はしゃいでました。お誘いがないんだけど、まあいいや。いいんです、いいんです。それに行けない人はこれに行けばいいんです。あ、そうそう。そういうことですね。あ、ジミさん、あれ、31日の企画のライブはどうでしたか？企画のライブすごい良かったですよ。本当ですか？だって、私のバックでちゃんとめちゃめちゃうまいギターとめちゃめちゃうまいベースとめちゃめちゃうまいドラムとめちゃめちゃうまいキーボードが存在するっていう夢のような空間、あ、めちゃめちゃうまいカズーとね、そう、カズーはやんなかったなんだ、やんなかったんですか、うん、そうですか、まあでもじゃあ大成功ということで、まあ、そう、素晴らしい、よかったです、イベントをしてもらいました、よかったです、はい、お疲れ様でした ね、言うばっかで私いつも行けなくて本当にすみません、ラクさんは僕のライブをご覧になったことがあるんですね、はい、もうすごい前ですね、ロザリーですね、へえ、どこで、地元でこっちで、そう、シロさん、そうそうそう、へえ、今度何、吉祥寺でやるんですか、吉祥寺やります、7日に吉祥寺マンダラで、おお、マンダラすごいじゃないですか、ね、もうなんかまあいろいろ縁ありまして、面白がってもらっているらしい、じゃあ面白がってもらうってやつなんですよね、僕のスタイルってねでもいいじゃないですか、うん、ちゃんときっかけになってそう、それがきっかけなんですよ、そう分かる人は分かるし、あ、うん、そこから羽ばたいてもらって、じゃあ、ぜひぜひ、ね、そしたらね、ジミーは私が育てたあ、言いますよ、言いますよ、言うでしょ、言うでしょ、私はもうちょっと揉んでやって言いますよゲホゲホとかもうなんか牛乳少年って言ってっから本当だゲホゲホって少年ではないんだけど気持ちがね、そうただちょっと私の喉がちょっとお気に召さなかったみたいな、お気に召さなかった、ウケたじゃないですか、そうなんですよ、すいません、そんな感じで、はい、よろしくお願いしますと、よろしくお願いします、いうわけで、どうでしょう、お仕事の方は、はい、順調です、順調、まだ終わらない、もうちょい、じゃあもうちょっとですね、今日は音楽の人がたくさん来ましたね、そうですね、私のデブ巻きのに引き続き、はい、ジミーさんの数を絶賛してくれた小葉まりちゃんに再度登場していただきまして、はい、あの子ね、すごいハキハキしてるし、喋、うん、りも上手ですよ、ね、アイドルみたいな子ですね、そうですね、なんで、うん、どうですか、ちょっと売り出してみたら、青木さん、あ、売り出してください、私が売り出すの、お任せです丸投げ、純烈でバンバン呼んじゃう、ああ、そうそうそう、うん、なんか見たことあるような感じなんですよね、うん、あ、でもね、誰かに、うん、誰かに似てる可愛い子に、うん、誰だろう、ちょっときっと可愛い子だろう、だって可愛いもん、うん、可愛い子に似てるんだよ、可愛い子に似てるんですよね、そうですね、あ、小森さんの時にミーコさんが出て、あの CM ソングの、そうです、そうです、はい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 、私は何回か対バンしてます、私よくね、その対バンっていうじゃん、さっきもラクちゃんとも話したけど、はい、何なんですか、対バンとか対決みたいな、一つのイベントで共演することを対バンって言うんですよ、あ、別に殴り合いをするわけじゃないよ、ね、そう、違うんです、対バンじゃねえ、そうか、対バンのバンはバンドの、ね、対決、俺もなんかね、ウィキペディアかなんかで見たんだけど、うん、バンドじゃなくても対、あの要はソロとソロでも、一人が一人で出てくる時でも共演でも対バンっていう、そう、まあ元々はね、バンドだったのかもしれないけど、バンドだったのかもしれないけど、まあライブハウスで共演することを対バンっていう、そうなんですね、なんだ、喧嘩するのかと思って、だって、いや、でも裏バンじゃねえ、裏バン、でも、ね、誰が一番良くて誰が一番ダメかっていう話にはなる、なる、あー怖い、そう、だからビリにはなりたくない、あれ、そんな話します、しますします、ね、やつよりはやるみたいな感じで、そう、やっぱもちろん上位の方に行きたいから、あ、そうですね、じゃあ前ほらマイクアキラさんが出てくれた時に、はい、なんか対バンは怖いとか嫌いだとかってなんかちょっと言ってたじゃないですか、はいはい、だから、あ、対バンって怖いんだって、だからやっぱ対バンっていうぐらいだから対決っぽい感じにはなりますよ、
今は仲良しかもしれないけど、昔はもうね、バチバチだったかも。アキラさんの場合は特にそうだと思う、うん、ラップ、ヒップホップの人はもう基本バトルだから。ああ、そうなの、穏やかに。だってフリースタイルダンジョンとかまさにそうです。ああ、言いますね、うん、フリースタイルなんとかってね、うん、そう、相手をへこますぐらいの勢いでやるっていうのは基本のスタイルだから。へえ、怖ー。いや、私はじゃあ合唱部でちょうどよかった。カラオケで歌ってるぐらいがちょうどいいです、私。カラオケで本当に。じゃあこの間金曜日にあの会社のあの年度末の飲み会があって、カラオケに行ったんですけど、もう二十何人とかで行ったから歌えなくて、回ってこないですよね、あれね。そう、回ってこなくって、回ってきたんだけど別に歌いたい歌じゃなかったから、ちょっと悔しいなと思って、締めのラーメンを締めのカラオケに変えましたね。一人でね、行ってね、一人で行きましたよ。でガンガン歌ってきたら、なんか次の日なんか頭クラクラしちゃいましたけど。これもね、この間ね、ミュージシャン音楽仲間同士でね、行って、はい、ちょうど年も同じくらいの人たち行ったらね、まあ、めちゃくちゃ楽しかった。そう、うん、バンドマンカラオケってまたそれがなんか濃いんだ。じゃあ俺意外と、うん、というかね、終わった後に歌うのって普通嫌じゃないですか。まあ、俺はそう思ったんだけど、でもいや、すげえ楽しかった。楽しかったんだ。それは良かったです。ラスちゃんカラオケ行かないよね、行く？行きますよ。行くっていうか、何年も行ってないけど、歌うよ、別に。何歌うの？もう俺、ブルーハーツとかかな。ああ、ぽい、そうだね。ここにブルーハーツって書いてあるもん。書こうかって。ああ、そうだね、ブルーハーツだね。ブルーハーツも流行ってたね、そういえば。そういうのをね、こう恥ずかしげなく歌える仲間と行くのがやっぱ楽しいですよね。ちょっとこう会社の中でさ、年上の人もいれば若いのもいたりして、ちょっとこう選曲考えちゃうような。考えちゃいますね、それね。だからこの辺歌っとかないと、ちょっと場がみたいなの考えるカラオケで一番つまんないもんね。そうですね。マイクの音量切られますよ。そう、一般の人と行くと。一般の人と行くとマイクの音量は切られる。声量が違うよね。声量が全然違うから。あ、聞いてみたいですね。うん、今度じゃあちょっと焼津テレビカラオケ大会とか。まあやったけどさ、うん、いっぱい来たよ。ね、いっぱい来ました。その時のメンバー全然いないよね。あ、本当ですか。じゃあ新たにまたやりましょうよ。いいよ。ね。してよ。私が、うん、なんで今日そんな丸投げするんですか。いつも丸投げだよ。そうだね、うん、あのカラオケ大会の時、あのカオリンが全部やってくれたから。本当ですか。なんでそんなカオリンさんみたくできないよ、きっと。賑やかしい。なんか誰か企画して。なんかスケジュールもさ、誰が何歌うか全部、うん、そこまで。そうなるともう大会ですよね、本当に。大会っすね。みんな練習してたよ、マジで。ああ、私できないわ、参加できないわ。1ヶ月ぐらいみんな練習してたよ。だから マキさんがそういうようじゃないやつを主催すればいいだけの話。そういうことですね、わかりました。じゃあそこはじゃあ、だから 4,5 人ぐらいがありかもしれない、うん、誰かに任せるんだったらそうなる可能性はある。怖い。俺練習まで付き合わせる。珍しい。いいじゃん、練習行くからとか。練習しないといけないの。それじゃあそんなに気合い入れるんだったら、さぞかし何歌うのみたいな感じ。さぞかしいい商品が出たんでしょうね。そうそうそう。何が出たんですか。よく覚えてないけど、なんかあのカラオケの機械の点数が決めるが優勝者。俺確か天馬だった気がしたんだけど、うん、そんなのが出るんだよ。あ、そうですか。やばいねこれ。そういう話はしないってさ、青木さん先週怒ったじゃん、私。すいません、なんで自分から言うかな。どういう商品が出るかっていうから。そこ言わなくたって、別に全部がそういう商品じゃないでしょ。全部がそう。どんどんハマってくる。まあいいや、いいです、私が言ったんじゃないですからね、お願いしますね。なかったことにはできません。はい、もうダラダラしてきちゃったから終わりたいんですけど。青木さん、いや、もうちょっと待って。もうちょっと待つの、もうちょっと引っ張るの、うん、はい、わかりました。次のネタ言ってよ。え、何ですか次のネタ。何喋ってたかも覚えてない。カラオケ。あ、そうそう、カラオケ大会。そうそうそう、うん、やりますか、じゃあ、うん、どこでやるんですか、やるとしたら。ここでやるんですか。
いや、これは無理でしょ。あのそこのシダックスとか行くんですか。ああ、それ動画配信するんですか。しないでしょ。そんなだから、ね、みんな見ないですよ。なんでみんなそんなガチでやりたがるの。おかしいよそれ。面白いじゃん。著作権が払う。あ、そっか、そっか、それがあるからダメか。そう、歌っていいのはサバサンバだけになっちゃうよ、そうしたら。サバサンバね、サバサンバはいいや。うん、鉛節もいいかな。いいじゃん、みんなで平さんの歌を歌えば。そしたらまた練習しなきゃいけないじゃないですか。そうだね、ふざけてはできないね。じゃあみんなでジミーさんの歌を歌う。なんだっけ、さっきのやつ。愛と悲しみ。愛と悲しみ。悲しみそれかミッツくんの歌でもいいし。ミッツくん。しびれちゃう。あれね、あれうなされちゃった私。あ、そうそう。20日に主催ライブがありますけど、あのマイク明氏とミッツくんを対バンさせます。しびれちゃう。どこでやるんですかそれ。いや、ウフで。ウフで。普通にタポ君も出るし、まあ、もちろん私も出るんですけど。すごいですね。ちょっとまた、あの紙ができたら告知します。はい、来週あたりから。はい。来週のゲストは、来週のゲストは珍しく女の子来ますよ。あ、本当ですか。久々ですね、女の子。久々ですね。ずっとね、なんかね、あの隣のゲストさんに言うのもあれですけど、もっさい感じでずっとね。おっさんばっかりで、ね。おっさんばっかりね。おっさんなんだから、おっさんの友達呼んでくるでしょ。俺私もおっさんばっかり呼んじゃうんですけどね、すいませんね。ゆっぱさんくらいのもんでしょ。常になんか綺麗どころ呼んでくる。モーリーさんとかね、すごいですよね。しびれちゃう、しびれちゃう、しびれちゃう、そうそうそう、今夜が一番楽しみってね。あれなんかあの後になんかミツくんがライブの告知したじゃないですか、うん、はいはいはい、でそのライブの映像が、あのミクロンズの、そう、あれで上がってたのを見たら、あのヤルズテレビでやったまんまでしたよ。本当、うん、自分で弾いて自分で一人で歌ってた。あ、やっぱ笑いながら。あ、そう、自分で笑っちゃうんですよね彼ね。そう、なんでですかね。それが鳥なんじゃないの。そういう芸風芸風。あれでもライブであれやって怒られないんですか、あれ大丈夫。まあ、なんだろう、そういうもんだなみたいな。あんまりライブハウスって結構何でも OK ですよね。あ、そうなんですか、うん、へえ。スタイルとしては OK。 やってはいけないことってなんだろう、うん、いや、ライブハウスでやってはいけないことってなんですかね。裸になる。まあなる人はなります、うん、あ、なる人はなります。おもらししちゃうとか。だそれダメです。ダメです。だからあの、なんだろう、なんだ、なんかこう脱粉放尿系はダメです。それなんか違う感じになっちゃうね。そうそれはダメです。まあなんかでもやってはいけないことってそんなあんまりないですよね。まあ、そんな人も逆にいないから。そうだから汚いのはダメ、不潔なのはダメだから。ああ、うん、それ以外はだから、あの別に下手だろうがなんだろうが、うんうん、やりきってるいれば OK。 ミッツくんはやりきるじゃないですか。やりきる。そう、うん、だからね、うん、頑張れってなる。そう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 、うん、だからそれで OK なんですよ。そうか、うん、いいのか、うん、マキちゃんもやりきればいい。そう、私やり、私嫌だよやらないよって言っちゃ、それはダメ。振られたことにはちゃんと答えてなんかしないとダメだと思う。私結構平気でやらないとかいいやとか言うもんね、うん、それはあんまりライブハウスではダメなパターン。あ、ダメな感じになっちゃうね。あの、なんか次の人がいるじゃないですか。はいはい。だからその次の人に次ぐ空気を作んなきゃダメだと思う。あ、みんなの歌でも歌えばいいんだよ。え、みんなの歌でも歌えば。みんなの歌って何。歌えばみんなの歌、まあ、童謡とかでもいいわけですよ。だから大巻きは緑でもいいわけですよ。え、それシャレですか。そうです。おー、マキマ、そうそうそう、私のテーマソングでーすとか言って歌っちゃうわけです。あー、わかりました。そうでーすってでーすって言ってね。だからなんかこうテンション下がって、うん、後の人に迷惑かけるのはダメ、うん、あー、うん、ダメです。だからテンション上げて、はい、やっべ、こんなテンション高いテンションの後でやるのやだなって後の人が思ったらそれは勝ち。あー、うん、なるほどね、うん。そう、私らがサクさんの前に出るとしたら、サクさんが出てきた時にサクさんの眼鏡が曇ったら俺も勝ち。それだけ熱気があるってことだから。なるほどなるほど、面白いですね、うん、勉強になります。本当に、まあ、やるとなんとなくみんな掴んでるもんなんですよね、うん、そういうのね、うん、なんかね、バンドをやりたいとかそういう風に思ったことはないんだけど、ああいうちゃんとバックミュージックがちゃんとこうバンドが入ってカラオケみたいな感じで歌ってみたい、うん、わがままね。
音楽スタジオとかではボーカリストセッションとかがあるんで、課題曲をちゃんと練習してくれば、その課題曲をのギターを弾きたい人とか、課題曲のベースをやりたい人が集まってくるんで、あ、そういうシステムなんだ。で、まあそれきっかけでやっぱバンドになるんですよね。いやいや本当にやりたくなっちゃったみたいな。そうそうそう。だから、うん、そういうスタジオの、その企画とか、うん、ライブハウスの企画とかに参加するっていうのはありですよ。うん。うん、ちょっとじゃあ、あの気分が乗ったらじゃあちょっと考えてみます。やらないパターンだなこれ。じゃあやりたいの、ものすごいやりたいの、ものすごいやりたいんだけど自信がないから。てかマジだね、あのライブハウスに来て観客で来るべきだと思うね。そうだね。わかるから。そうだね。そうするとそのなんか案外敷居が低いとか、うん、案外何でもありとか、うん、思ってたのと全く違う世界だと思うんで。うんうん、私ね、ライブハウスって多分ね一回しか行ったことない。もうライブハウスっていうのは、で私あの一時期あの野外フェスがすごい好きで、やったら行ってた時があったんだけど、行って帰ってくるだけでもう疲れちゃうんで、もうここ何年かは行ってないんですけど、地元に行けばいいんですよ、地元に行けば。そうですよね、うん、地元にねこういうつながりもできたことだしね。じゃあ今度行ってみます。これ15日はねあれなんですよ、焼津のね、うん、吹奏楽団があるからね、ちょっとね時間がかぶっちゃうんです。吹奏楽団には負けるな。ちょっとね全然違うじゃないですか。あのチケットを入手してしまう。この間ね、あの俺の甥っ子のあの吹奏楽、はい、中学の、はいはい、それ静岡のあれだよ、文化会館の大ホールだよ。まあそうですね。それも満員満員なりますね。でもまあ、まあ、もちろん中身も素晴らしいんだけど。そうですか。満員になる。これ大ホール、え、中ホールじゃねえのなんて最初思ったら大ホール満員でしたよ。私もやったことありますよ、中学の時。マジ、うん、え、吹奏楽やってたんですか。中学の時ちょっと吹奏楽やってました。何やってたんですか。ペットです。ペット、なみんなペットって言うんですね、やっぱね。なんか私もあのフェイスブックに書いたら、自分も昔ペットやってましたとかって言うから、あ、ペットって訳すんですねっていう、なんかすごい冷めたコメント。だからペットって言ったら、あ、本当にやってるんだなっていう。あ、そうなんだ。あ、じゃあ私も今度そうやって言おう。俺マウスピースこう口に当てて1週間練習してやめちゃった。あ、出ないんですよあれ。出ないとかね、あれやっぱ大変ですね。そう、出ない、まず出ないし、あと3段階はできないと、少なくとも、うん、3段階、音を3段階変えないとダメなんです。なんかこれとかセーフって、ね、そうやるんですよ。それがさ、もう口の筋肉がまあ言いたくなるんですよ、うん、で唇がこんなになっちゃう。そうそうそう。あ、私があのプープープーっていうみたいな口になっちゃうんですね。あ、カズー買ってこなきゃ、カズー、あのカズー買ってきます。明日スミヤグって行ってきます。というわけで、カズもね頑張ってやると難しいですよね。本当ですか。あの普通に出すなら全然問題ない。あ、でもまあ今日やったやつをやると、とすると少し練習がいるかも。数で最初音出なかった、ふーって吹いた。飛行機がただ向こうに行くだけじゃん。喋らないとダメです。あ、そうなんだ。あ、じゃあ案外大変なんだ。出たらもう簡単かな、一応は。これでタイガーチの細い方だと思うよね。え、太い方、トランペットね、太い方を加えるんですよね。うん、太い方を加えるんだよ。最初ね、細い方を加えちゃうんだよね。こっちを加える。そう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 。なるほど。え、買ってこよう、300円で。300円、ね、300円って言ってました。まあ高い数聞いたことない。高い数は存在しないらしいです。と、そうですね、みんなでね、うん、あ、みんなで数大会にしましょう。じゃあそうだ ね、カラオケボックスでみんなで数大会。そう、あ、応援団になっちゃう、応援団。あ、ほんとだ、大間ちゃんだね。ね、はい、そういうわけで、はい、終わりましたね、お仕事。終わりました。はい、はい、というわけで、なんか皆さんありがとうございました。なんだか残っていただいてどうもすいませんでした。というわけで、4月の最初の配信がこれで終了となります。また来週は9日の月曜日は15時半、16時、まあそのあたりからやりますので、またご覧ください。以上、編集後期ダイジェストバーンでした。じゃあ来週までバイバーイ。ありがとうございました。みんな行ってあげてね。はい、おやすみなさい。あ、おやすみなさい。ありがとうございました。